はいどうもスタッフのFです。続きやっていきたいと思います。ずっと緑に満ちた漂う日々への片道切符。ライドレールってなんかすごく怖いわ。的壊せじゃないからいいけど、ライドレールか、あんま好きじゃないんだよなレール。あ、これですね。めっちゃ速くない？スナイパーのものなくなっちゃう。はい、50となんか的ちっちゃくなってる。しかもそれからやだ。あった。でもちゃんとここで休憩できるポイントが。あ、待って、あるとこれでもね、いいんです、あるから。すごく意外なことめっちゃ辛いな、これここ全然止まらなくない？これ大丈夫？全然飛んでないんだけど。それはさ、そういう、無理だよ。そういうさ、無理だよ。急に対応しろ系は無理だって。わかんないんだもん、目先が。貯金殺しじゃん、そんな。でも、許す。だって、あるんだもん、こうやって、チェックポイントが。全然苦しくないもん、これでも全然いいよ。ここでしかもやる、もう好き、もう好き、このステージも好き、もう好き。当たり、よし、楽しんでいきましょう。楽しんでいきましょう。ステージも楽しんでいきましょう。どんじゃね？あと1個？あと1個？オッケー、どこだ？あと1個どこ？ある？え、あと1個？どこの話してます？それは盲点でした、ごめんなさい。全然気づいてなかったです。はい、
っていくよ。あー、いいですね、いいリングですね。もうこんなソニックですわ。はい、54クリア。いやー、いいステージだな。あのライドレールでもちゃんとこうやって中間があるステージっていうのはすごくいいステージになり変わりますね。すごくいいステージ、本当に好き、好きなステージの一つになる。よし、54クリアしたんで次55ですね。家屋が並ぶその伝統を見晴らしに恋をすると。どんなステージなのかな、あんまりパッとして。食ワンダー、国際食ワンダー。国際使うのかこれ。いや、あまり使わなさそうだな。向こうだな。はい、関係ないから食ワンダーの前では。血をかけ、血をまかけ、血をかけ、あと言うのこれいくらしい、なんかあのガッチャマンとかでありそうな歌ですね。いや、うまい、今のうまい。よし、抜け目ないね。昔からそう言われております。はい、一旦しっかりと止めてから注意。待ってください、待ってください。死ぬの嫌です。死ぬのだけは嫌です。私。怒りますね、厄介なもんがね。鍵、これもしかして上から行けることないよな、これ。あ、待って、鍵、あ、これもしかしてあいつらを倒さないとこれは手に入れなかったみたいなこと。やば、ありがて。55クリア。次は56で最後か、このサイトの。
めっちゃいくら溜まってきたな。ごめん、かけちゃうな。マップを待ってきた。いちごかわいいよな、マジで。いちごがメインヒロインでも俺はいいと思ってる。欲しいものはいつも遠くにあった。射程を生かしてゴールしましょう。56で終わりか。じゃあ一旦ここのなんかサイトもいい感じなんで、クリアしたら終わりにしましょうかね。ちょっと短いですけど。これ広いのか、長いのか、これ射程。お、長っ。長い上にしかも下がすごい。え、強くね、これ。これ強くね。しかも塗りがえぐい。当たり焦るのか、さすがに。いやでもこれ強いぞ、俺これ。これさ、あ、あれ関係ないんだ。あれ、ずら。行って。どうにかして濡れす。ああ、そうか、そういうことか。うまい。なるほどなるほど。ああ、これ気持ちいいね。何これ、コイル確認。これは何だ。あ、これが血がつながる。はい、OK。 誰も何も。あぶねー、クリアだ。56か、これで。その地来そうで怖いのが、このゴールだよって言ってゴールじゃないパターンね。まだ上があったみたいな、それ来そうで怖い。さすがにないか。さすがにそれあったらちょっと俺もうドン引きですわ。1500。はい、
ちょっと最後のね、こっちの、次のサイトをちょっとチラ見せして終わりかなって感じですね。水の中に沈んでるような。で、口がほとんどないよ。昔何があったんだろうね。あの建物のてっぺんに大きな反応。きっとじいちゃんだ、行こう、サンゴ。ちょっとだけ進めていいですか気になる、普通に。はぁ、すげえ、マジで。でも、なんかビル群ですね。待ってがさ、今気づいたんだけど、ボムがさ、自分で選べるっていう、ここで気づいた今。知らなかった。これです。結構長いな。ちょっと20分まで時間あるんで、ちょっと探索しますか。いくらも余ってるんで。ニコニム、そうだ、先に下行こうか。結構いくらポイント使いますね、結構ね。次は踊れる用のあれなのかな。長いよね、行く行くマジで。危ねえ。こっち戻る。あー、でここ戻ってくるんですね。上も探索してみて。ここはここも止めたくなる。これでもう一番上まで行けちゃう感じですか。お、泳げちゃってるよね、多分これもう。待って、ボスでしょ。いいの？最後のサイト1個もクリアさせずにボスいけるっていいの？さすがにそんなことしないけどさ。これ。届かないんか。届かないか。それでも飲んで一休みしようと。本当にいいことだよね。あの、あったかいもの飲むとね、心もあったかくなるよ。そういうもの、人生って。ここにはいけない。そういうもの、人生って。こうやって。逆にさ、ここから。無理でした。無謀な挑戦ですね。
ちょっとあっちの方だけ行って、ぐるーっと回ってサイト6だけちょっと本当に一周してって感じにしたいですね、今回。ここは行けないよな。どうやって行くのこれ。どうやって行けたあれは。あ、マジか。なんかアップしてんだよ、さっきの。どこだったんだろう。あれか。あ、着物を。イカのミイラを作るための方法が書かれているようだ。古代のイカたちは死後このように体を保存しておけばいつの日か復活できると信じていたのだろうか。貼られているのはまさか本物。いや、さすがにそれはないか。イカだけに。え、本物でしょこれ。でもつまようじ刺さってんじゃん。あっちまで戻れるようになったよと。あれがボスだったらちょっと面白いけどね。なんか古代の復活みたいな。古代イカの復活。ハイカラスクエアから世界に飛び立ったテンタクルズによるサイドプロジェクトが始動した。なんとロックバンドを従えて歌うビジーバケーションピートテンタクルズだ。メンバーは動画サイトで発掘した無名ながら激ヤバの若者たち。いつものテンタクルズとは一味違う軽やかさと哀愁を合わせ持つ乾いたサウンドが特徴だ。テンタクルズって何なんだろう。テンタクルズって何ワンのラジオとか。ワンやったことないんだよな、まあ、無印ってやつですかね。イエーイ、リコニウム。この DJ のダイブ。別に登れないんだ、ここからは。悲しい。力しか登れないと思う。よいしょ。ここ登ってみて何かあんのかな。あ、あるある。目指せ判定圏のダッシュ。ターゲット鼓動パターン。ターゲットの気質調査。弱点発見できず肉球を起点に攻撃。あれがラストスーパーじゃない。さらに登り続けた。最後あるんですけど、ここまでに一旦して、じゃあまた一番初め50、このサイト最後のところの一番初めからどんどんクリアしていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。